抱き枕とは、寝具の一種である。枕の一種とされるが、頭の下に敷くのではなく、抱くようにして使用する大型のものを指す。青い枕カバーで折った抱き枕抱き枕を使用する際は、多くの場合は別に通常の頭の下に用いる枕を併用する。ただし、中には、頭の下に敷く枕と兼用できるよう、十分な長さと柔軟性を持つものもあり、 折り曲げて使用することもある。中国における築夫人など様々な名称、形態で東アジアには古くから見られる。今日の日本でよく見られるものでは筒状の布袋に綿やスポンジなどの弾力ある素材を詰めたものがある。一方、竹籠のように中空の筒状になっているものも見られる。これらは行画姿勢で使うことはほとんどなく、 横向きになって足をもたれさせて使用する。これにより下側になる足に上の足の重量がかかりにくいようにして寝ることができ横向き姿勢での安定感を向上させることができる。腕も同様に体の前面に突き出す形になるので腕が体に圧迫されないようにできる。抱き枕を使うと寒い地方では横向き姿勢でできる足の隙間を埋めることで 暖かく寝ることができ、暑い地方では、中空の抱き枕を利用することで、掛け布団と寝床の間に、空気の通り道ができ、放熱が促されて涼しく快適に寝ることができる。日本では、ロフテー株式会社が発売した抱き枕が元祖と、言われている。アニメキャラクターをプリントした抱き枕の一例用事、児童向けには、古くから、 抱きぐるみと呼ばれる大型のぬいぐるみも存在しており、こちらは、玩具店や、寝具店などで広く販売されている。枕同様に、愛用の抱きぐるみを持つ人も見られる。アニメゲームキャラクターをプリントした商品も、専門ショップなどで販売されている。他にもアイドルの写真や、AV 女優の裸の写真などがプリントされているものも、存在する。 電気で温まる抱き枕もある。抱き枕は長さが160は 150cm、幅が 50cm の2つの主要なサイズで利用できます。2000年代半ば以前は抱き枕は 160x50cm のサイズで提供されていました。2000年代後半以降、航空便の重量制限にキログラムのため、 150x50cm のサイズも利用可能になる。抱き枕には目的などによりいくつかの形状がある。ありがとうございます。